エフランから抜けた大学、デジタルハリウッド大学、駿河台大学、四天王寺大学。理由としては高立地英検2級による学費無料対策、キャンパスはドラマ映画撮影などで利用される機会が多い。ということで始まりました、ムチチャンネル。さあ今回はですね、前にですねエフラン大学全95校を紹介っていうのをね出したことがあるんですけども、あれ60万再生ぐらいされてんだ今回はですね、なんとエフラン大学からエフランじゃないのに這い上がった大学、なんか言い方が難しいな、エフランだったものから人気出てエフランから抜けた大学を紹介したいと思います。言い方が難しいですね。そう、エフラン大学って頭良くない大学みたいなね、そういう括りで言われてますけど、僕はちゃんとボーダーフリー大学っていう風に定義しますね。いわゆる模試とかで書くときに戦いが全く起こらないので判定ができないと、 A 判定 B 判定 C 判定とかですね、判定することができない大学のことをボーダーフリーの F だから、日東駒さんエフランとかってね言うよね。そんなの違いますんで、95大学出してバカにしやがってみたいなこと言いましたけど、僕があの動画を出したのはエフラン大学っていうのが定義がめちゃくちゃになっちゃってるから、そうじゃなくて判定ができない大学のことだよ、もしの時にっていう風に出しました。だからまあそこでね、音大とか載せてんじゃねえよ、それはあなたたちがエフランイコール頭が悪い大学って見てるからですね。そうじゃなくて模試で判定ができない大学のことをエフラン大学って言うんですよ。だからそれは音大は乗っちゃうよ。なんか音大を乗せるのは違うと思います。違うって思うな、それはエフラン大学イコール頭の悪い大学って見てるからです。あれは判定できない大学ですから。はい、エフランを脱出した大学ちょっと見たいと思います。なんかコスパのいい大学 F 脱出の大学一覧っていう風に載ってますね。この言い方はどうなのかなとちょっと思いますけど、はい、一応ボーダーフリーって偏差値とかがまあ35とか、志願倍率が2倍以下、エフラン大学だったんだけど志願倍率偏差値が大幅に上がった24校らしいです。へー。じゃあまあそのボーダーフリー F のフリーザみたいだけどな、はい、そのランクから抜け出した大学、まず最初が杏林大学。あ、そうなんだ。へー。2010年の頃は35とかだったのが2021年も 42.5 から50ぐらいになったと。別にコスパがいいとかではないと思うんですけど、偏差値が上がっている大学といいことじゃないですか。医学部とかもあるし、素晴らしいことだと思います。続いて帝京科学大学、生命環境とか医療科学とかがあるんだ。で、もう完全なボーダーフリーだったのが、まあ、倍率とかも 1.5 倍だったのから、2021年は偏差値40から55。まあまあまあ素晴らしいじゃないですか。55まで行ってんだったらね、相当上がったことになりますよ。ボーダーフリーから55って相当すごいよね、それね。そして続いてが、デジタルハリウッド大学。聞いたことあるぞ。デジタルコミュニケーション。聞いたことあるよ。なんかで有名になったな。偏差値35だったのが、2021年には 47.5 まで上がったと。倍率も 1.9 倍だったものが 5.7 倍まで上がりましたと。それは良かったと思います。誰かが受かったかなんかで有名になりましたよね。続いて、東京富士大学、経営学部。知らないわ。2010年当時は倍率が 1.2 倍、も完全なるボーダーフリーだったのが、倍率2021年は 9.8 倍の 47.5。 おお、それはだいぶ上がりましたね。次、東京未来大学。あー、はいはいはい、名前聞いたことある。モチベーション行動科学子供心理。2010年当時は 1.7 倍でボーダーフリーだったものが、今は2021年は 3.6 倍ぐらいで 42.5 から50の偏差値と。まあ50までいくってすごいと思いますよ。次、東洋学園大学。ああ、東洋学園の方ね。現代経営、人間科学、グローバルコミュニケーションなどがあって、2010年は倍率 1.1 倍でボーダーフリーだったのが、2021年は 2.9 倍で40から45。続いて山崎動物看護大学。カタカナだ、山崎が。全く聞いたことないんだけど、動物看護学部。2010年は 1.0 倍の倍率で偏差値35だったのが、今は 8.7 倍、 42.5 から45の偏差値と。おお、それはだいぶ上がってるんじゃないですか。人気出たのかな。続いて和光大学、現代人間表現。1.6 倍の倍率で偏差値35ぐらいだったもの、2019年もエフランド。それが2021年では偏差値35から 52.5。 幅広、35から52。
続いて共愛学園前橋国際大学、あ、前橋ってこと群馬か、国際社会学部、2010年では 2.0 倍で偏差値 37.5、 今は 1.6 倍、あ、倍率は 1.6 倍下がってんだ、 42.5 から45ぐらいの偏差値と。駿河台大学、おお、駿河台ってそうなの、駿大のあのグループ作ってるとこだよね、法学部経済などがあって、で2010年では偏差値35ぐらいのものが 2.0 倍で、倍率が今2021年は 3.0 倍で偏差値40から45、まあ、そこまで変わってないって感じなのかな。次、江戸川大学、はいはい、ありますね、社会学部、2010年の段階では 1.0 倍、は、完全に 1.0 倍でボーダーフリーだったのが今は 4.3 倍で偏差値40から 47.5、 うんうん、よかったじゃないですか、アップですよ。続いて城西国際大学、あれ千葉でしたっけ、看護薬で倍率 1.1 倍の偏差値35だったものが今は倍率3倍の 37.5 から50、あ、50のとこもあるんですね、うん、まだただ 37.5 のとこもあるんだ。で続いて千葉商科大学、ああ、まあこの辺はね千葉の高校行ってたんでやっぱ知ってますね、商とか経とかあって倍率 1.7 倍で35とかだったのが現在は 3.2 倍の45から50と。そうだったんだ、千葉商科大って結構名前聞いてたから、そうだったんだ。続いて千葉経済だ、千葉経済も、はい、ありますね、倍率 1.5 倍で偏差値35ぐらいだったのが現在 4.6 倍の偏差値 47.5、 そうだったんだ、 JR の駅から言ったら歩くよね。で次は東京情報大学総合情報看護、2010年は倍率 1.4 倍の偏差値35、2019年でもエフランボーイ、ボーイフレンドじゃない、ボーダーフリーね、だったのが現在倍率 4.0 の偏差値 42.5 から 47.5。 続いて明海大学、外国語経済不動産、2010年では偏差値35、倍率 1.4 だったのが倍率 2.5 の今は40から50ぐらい、あー、そうだったんですね、明海浦安にあるところですね。本当にディズニーランドに行きたいからって言って地方からここに通う人いますね、ディズニーランドに一番近い大学だからって言って選ぶ人がいるところです。続いて神奈川工科大学、あー、行った人いるわ、横浜出身なんで、はい、2010年は 1.6 倍で、はい、ボーダーフリーだったものが2021年は倍率 2.3 倍で偏差値が 37.5 から40と。続いて横浜商科大学、はい、これも知ってますね、横浜いたんで、そうだったんだ、2010年倍率 1.2 倍で、ボーダーフリーだったものが今は倍率 9.7 倍、へーで 37.5 から 47.5 の偏差値、続いて京都先端科学大学、2010年は倍率 1.1 倍で偏差値35だったものが今は倍率 2.4 倍、35から 47.5、 偏差値はそんな変わってないのかな。続いて大阪学院大学、倍率 1.5 でボーダーフリーだったものが今は倍率 2.6 倍で偏差値40から 47.5、 でも2019年の段階だと倍率 6.2 で偏差値50のとこもあったりするんだね、じゃあちょっと下がっちゃったんだね。続いて大阪国際大学、偏差値2010年の時は 1.1 倍で偏差値35とかだったのが現在は倍率 4.5 倍で 37.5 から 42.5 の偏差値、ただここも2019年は倍率 8.4 で偏差値 52.5 とかって出てるんで下がってはいますね。次、大阪電気通信大学、倍率 2.1 倍偏差値35だったのが今は倍率 4.3 倍で 37.5 から50ぐらいと、まあ、50いければやっぱすごいね。次、四天王寺大学、なんか四天王寺って言うと頭がいいイメージなんですけど大学はそんなことないんですね、倍率2.4 で35だったものがその後倍率 2.9 で偏差値 42.5 から50と、あんま変わってないですね、なんかだって2010年の段階でも 52.5 の偏差値のものがあったんで。続いて大手前大学、倍率 1.2 から偏差値35で倍率 3.9 で偏差値 37.5 から45という感じになりました。コスパのいいって言えるのかな。F からの脱出、なんだ F からの脱出って、理由としては高立地、あー立地がいい、確かに大阪、東京、千葉とかだとね、もともと郊外から都心へ移ったものとかがあると、それによって人気が出る。東京富士大学は山手線高田の馬場駅から徒歩3分は、そうなんだ、確かに早稲田以外になんかあるって聞いたことあるな。京林大学は医学部が有名、文系の方は八王子からバス30分のところにキャンパスが、立地の悪さという点で相当損をしていたと。大きく変わったのは2016年、井の頭キャンパス移転、中央線、吉祥寺の感じが違くね、駅からバスで15分の立地に移転したと。 F からの脱出、その2、学部が成長、情報系学部って人気出てますからね、東京情報大、神奈川工科大、大阪電気通信大などがそう。その3、大学改革、共愛学園前橋とか千葉商科、京都先端科学、四天王寺なのかは変わったんだと。
99年に出てるな、この前橋の大学。でも大学名の長さに加え、学部名の分かりにくさ、2000年には早くも定員割れ、地元高校教員から生徒を行かせたくないという評価。それが、校制の導入や実用英検2級による学費無料対策。2級2級で無料なの？群馬県内の私立文系大学で偏差値がトップに、学長からの評価ランキング、教育面で全国4位、総合でも11位。そうなんだ。英検2級の学費無料は1年間のみだそうです。千葉商科大教育改革を進めて2018年から調査書の点数化を導入と全学部入試を始めた。四天王寺国際仏教大学っていう名前が敬遠されて四天王寺大学に変えたんだ。看護学部とかも出して関西の私立中堅に定着。京都学園大学はもともと京都駅からバスと JR 乗り継いで約40分、亀岡キャンパスにあったのかな、で低迷してたと。それか京都駅から約16分の渦政キャンパスに移転と。なるほどね。帝京科学大学っていうのは山梨だったのが千住キャンパス。ああそうね、北千住とかすごいしね、人ね。デジタルハリウッド秋葉原なんだ。東京学園は千葉県流山市だったのが本郷キャンパスに一部移転。あ、全然違うね、流山と本郷じゃ。駿河台は箱根駅伝に出たり、キャンパスはドラマ、映画撮影などで利用される機会が多い。そうなんだ。江戸川大学は筑波エクスプレス開業でアクセスが大幅に改善。なるほどね。城西国際大、阿波キャンパスを閉鎖して東金キャンパスに移転。これは千葉の人じゃないとわかんないけど、まあ超絶ど田舎の何にもない超遠いとこからやっぱり何もない田舎だけど、まあ全然阿波よりはいい東金に行ったって感じですね。東金と阿波じゃ相当違う。大阪国際は長尾にあったのが森口キャンパスに。大手前大学もそうなんだね。キャンパスがなんとかキャンパス、読めないよ、宿川かなどとなったそうです。まあデータサイエンスとかそういうのがね、IT 系のが人気の秘密ということですね。この他、まあ、ボーダーフリーから出ているのは金沢工業大学とかかな。まあ、35から上がってとことかだと明星大学、はいはいはい、ということでした。皆様はどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。今すぐチャンネル登録とグッドボタンを押さないと殺しますよ。キー